スタニスワフ・ビスピャンスキー。スタニスワフ・ビスピャンスキーは、ポーランドの画家、劇作家。1988年からポーランドで発行されていた一万ズボティ紙幣に肖像が使用されていた。ガリズやロドメリア王国クラクフで生まれた。父親は彫刻家であった。母親は、間もなく、結核によって没死した。若い頃に、著名な画家、ヤンマテイコに才能を発掘されて支持した。 学校でポーランド誌や文学を学んだ。ヤギエウを大学に入学して哲学を学び、さらにヤン・マテイコ美術アカデミーに通う。1890年以降にフランス、ドイツ、イタリア、スイスを訪れた。やがてフランスでアカデミー・コラロッシに通う。その頃にポール・ゴーギャンと知り合う。美術館でピエール・ピュビス・ド・シャバンヌの絵画に衝撃を受けた。 また劇場でシェイクスピアの劇を鑑賞した。1894年にクラックフに帰還してモダニズムに参加。複数の教会のステンドグラスをデザインした。また1897年頃から儀曲を発表し始める。若きポーランド運動に関わった。1901年に結婚式を題材にした風刺儀曲ウェゼルを発表した。1906年に ヤンマテーコ美術アカデミーの教員に招かれた。翌年、クラックフで没。ありがとうございます。